はいどうも、俺だもこです。一政さんから、ええやつが入ってから取りに来いと言われまして、逆らえないので、行ってきたいと思います。魚屋とは思うんですけど、やばいやつだったらどうしよう。まあ、とりあえず、行ってきます。こんにちは。こんにちは。テンション低めのマスター。今日は何があるんですか？まだゼロ。野菜で、餌が野菜で育てられたあのマダイなんだけど、臭みが全くないやつや。へえ。養殖なんですね、じゃあ。養殖。ちょっとびっくりするような味だし。へえ。これも何日か寝てるんですか。それで今日何日目や。6日目。6日目。あ、結構すでに。10日目からうまくなると思う。じゃああと4日は僕が。まんま寝かしていいと思う。何ですかそれは。これタマカイ。へえ。すげえ。6kg タマカイ。クエよりうまい。へえ。すげえ。これちなみにいくらしたんですか。値段も内緒だよ。値段も内緒。ヤガラモールですね、うん。いつもいいかまさか。じゃああと4日寝かして楽しみます、はい、ありがとうございます、はい、いつも、いいえ、じゃあ帰ります。はい、ありがとうございます。ただいま。よかったです。気になってたんですよね。白獣までゼロ、あと4日はね寝ていただかないといけないので4日後にさばいていきます。まあ魚でよかったということで4日後までワープします。はい、ということであれから4日経ちました。開けてみたいと思います。せーの。はい、改めましてこちらが白獣マダイゼロですね。少し一政さんが説明してくれてたんですけど、僕なりに調べてみました。従来の養殖マダイはこのマダイを1キロ育てるのにイワシを4キロぐらい使うんですって。とても矛盾が起きてたから、なんとかこの海を守るためにできないかと、魚粉をゼロにできないかと試みて研究されて、この魚粉をゼロ、お魚を一切使わずに育てたのがこちらの、白獣マダイゼロらしいですね。動物性タンパク質の代わりに植物性タンパク質を使ってるとのことでした。まあ多分大豆とかなんでしょうね。そこまでは書いてなかったですけど、企業秘密だと思います。酸化にも強い身みたいで、そのために白ゴマを使ってるんですって。白ゴマってのはセサミンっていう、あの、抗酸化力のあるファイトケミカルがあるんですけど、まあ人間のサプリメントで言ったら老化防止とかに使われるようなセサミンですよね。その原材料の白ゴマをふんだんに使われて、かつ魚粉ゼロっていうマダイらしいです。あとは美味しいかどうかですよね。しかしこの10日経ってこの状態、まあもちろんプロの仕立てやからっていうのもあるでしょうけど、綺麗やな、匂いないっすよ。まだまだ甘いな、僕の熟成は。ということで、こちらの白獣マダイゼロ、今日はお刺身とで皮をつけた松皮作りでやっていきたいと思います。それではじゃあさばいていきますね。まずは鱗を落としましょう。で今日はおろすのは片側だけにします。まだ持ちそうやしね。めちゃくちゃ状態いいよ。これで10日か。はい、では鱗を片側だけかきました。おろしていきたいと思います。で頭と釜残しますね。これよりさらに保存するときは、もう残せるものは残した方がいいみたいです。なので、この釜のラインから釜を落とさずに、切り込みだけ入れます。うわ、すげえ。身の良さがすごく伝わってきます。出口だけ背中側作っときましょう。裏側から一方通行ですね。お、すごい油。これ野菜だけで育ててもね。うわ、
中骨まで来たら腹骨を断つ。腹骨が立てたら中骨を越えていく。殺しやす、身離れがいいね。出口を作っとくと簡単に外れます。笑えるぐらい血がない、すげえな。こっちはもう少し置いときますね。腹骨を外します。逆さ包丁で入り口を作る。手前から外すイメージで。タイの腹骨って気をつけな、マジで右下ろすっちゃうんで。よいしょ。で腹膜残ったら腹膜だけを取ります。そして柵取り、血合い骨の右側ですね。で血合い骨がね、だいたいこの辺まであるんで、この辺までを狙う感じで、ここに平行に包丁入れてやると、まあ使いやすいポーションになります。でここまでの血合い骨を血合い骨だけ取る。借りて、はい、骨が残ってないか確認する。違うよね。じゃあこの腹の方は皮引きましょうか。でこの背の方を松皮作りにしていきたいと思います。ここはちょっと落としといた方がいいな。はい、では皮を引いていきます。めっちゃ引きやすい。よっ、この皮目の脂がすごいですね。野菜で育ててんのにね。で松皮作りをするときは、身を置いて全体を覆えるぐらいのリードペーパーですね。で氷水を用意します。はい、そして沸騰したお湯をかけていきます。でかけるときは身の上からかけていきます。お湯は下がっていくんで、下はね結構勝手に火が通るんで上が大事ですね。はい、でこれを冷水に突っ込みます。で冷めたら水気を拭き取る。はい、ではお刺身切り出していきましょう。まあ、せっかくなんでいいところ使いましょう。腹側はそぎでいきましょうか。トロンとこ取って美味しい感じが出てますわ。薄っぺらいとかね、重ねてあげると綺麗に見えます。よし、はい、では白寿麻大ゼロの
お刺身と松川作りの完成です。食べていきたいと思います。はい、それではいただきます。さあ、楽しみやな。まずお刺身ね。ここはね、後でいきますわ、トロのとこなんで。じゃあわさび乗せて醤油つけていただきます。うーわ、やっぱめっちゃ味あります。うーわ、これはうまい。油の旨味ですね。セサミンや、旨味もあるし、甘い、甘いな、甘いんやこれ。トロのとこ行きましょう。いただきます。うん、甘い、うま甘い。これは天然鯛じゃまず食べれない味ですね。やば、養殖鯛の本当に美味しいところ、いいところだけを取って、しかもそれがすっきりしてるんですよね。では皮付きで、皮ってね、やっぱね、個性出るんですよ。あえてこう炙らずに今日は松皮に湯霜にしましたね。この鱗のとこがね、松ぼっくりに似てるから松皮作りって言いますね。じゃあいただきます。うまみが強い、すげえ。あー、わかった。全然酸味とか香りは違うんですけど、マグロみたいに旨味あるしますわ。この例え合ってるかわからないけど、旨味がマジですごい。おいしい。これ熱いご飯でもかき込めたいし、お寿司でも食べたいですね。いや、うまいな、はあ、最高。こんな最高の旨味と甘みはこちらで流したいと思います。じゃん。よし、ではいただきます。うめえ。はい、ではエンディング撮りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。いや、最高でしたね。天然鯛食べれんくなるっすよ、あんな作ったら。本当にめっちゃ美味しかったっす。はぁ、もう前しか感想出てこないっすよね。あとですね、やっぱり勝利が素晴らしかったですね。10日の状態で、僕がやったらね、なんか熟成酒みたいなの出るんですよ、10日も寝かしたら。そんなのなかった。それはその、魚のポテンシャルがいいのかもしれないですけど、もっと勉強したいと思います。ちなみにこの白獣マダイゼロ、洲本式究極の血抜きで処理されてます。一般の方がちょっと買えるかわからないですけどね、買えたらよかったら試してみてください。めちゃくちゃ美味しかったです。白獣マダイゼロって調べたら出てきます。一政さん、いつもいろんな魚ありがとうございます。撮影も無理やり付き合ってもらってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。